フライデーナイトプランズは東京を拠点に活動するマスミを主体とした音楽プロジェクト。ボーカルのマスミは1996年1月生まれの東京都出身で日本人の父とフィリピン人の母を持つ。歌手の母が歌うマライア・キャリーやホイットニー・ヒューストン等に影響を受け自然と歌うようになる。ステージの上で歌ってみたいと思ったのは中学生の頃であり。 高校から大学3年生までボーカルスクールに通いながらソロ活動を開始。それが音楽プロデューサー、スターローの目に留まり、彼とアムパムのコラボ楽曲、メイビーに参加。2018年7月から音楽プロジェクト、フライデーナイトプランズの活動を開始。プロジェクト名の由来は、彼女が最も大切にしている、金曜日の夜から何をしようかと、 ワクワクすることを思い浮かべる瞬間の感覚から、同年7月13日、デビューシングル、ハッピーバースデーを発売、Apple Music の今週のニューアーティストに選出された。2018年12月に発売した、竹内マリアのカバー曲、プラスティックラブが海外で高評価を受ける。2019年11月15日に発売した、セカンド EP、コンプレックスが、 iTunes R&B ソウルアルバムランキングで1位を獲得。2019年12月にホンダ、ベズルの CM ソングホンダを発売。ありがとうございます。